お疲れです。お疲れです。お疲れです。疲れました。疲れました。今日2試合やりました。はい。で、しゅんさんなんかソックス変えたらしいじゃないですか。ソックス？ソックス。あ、そう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 、そうそうなんですよ。今日汚いんですけど、あのカビオっていうソックスを買ったんですよ。カビオ。はいはいはい。で、もともとカムイで買ったデサントの5本指 X 下を買ったんですけど、まあいいっちゃいいんだけど、はいはいはい、なんか撮影がこう土日であるじゃないですか。はい。まあ、1つしか持ってなかったんで、いかなら2足にしようと思って、うん、で、なんか Twitter 界隈で話題になったから買ってみました。はい、なるほどっす、はい、これね、これ滑り止めになってるんですよ。あのアームあるっすか、アーム。はいはいはい。アーム紐ありますよ、あの黒いさ、滑り止めのやつみたいなのがついてるんですよ。シリコンが。そう、だから靴の履いた時に中でしっかりこう、クッと止まるから、はい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 、ちゃんとフィットするっていう。なるほどなるほど。これめちゃめちゃいいっす、はい、なんか着圧とかはどうなの？着圧はね、ここは結構ね、ピタッとしてる。足の甲の部分は、そう、甲とこの辺、ここ、この縦のラインのところ、結構ここに、そう、なんかラインが入ってる、ライン入ってる、ライン入ってる。そう、これ結構着圧ある、はい、で、ここ、意外とここが伸びる。あ、じゃあユニフォームの履きやすい上からやってもそんなに窮屈な感じはしないと。そうそうそう、だから先にここだけ履いちゃってからウィーンって行きます。さあ、ここで実際にね、ソックスを履いた試合をご覧ください。スパイクは GS スパイクですね。はい、ランナー1、3塁、4番サードで先発出場です。さあ、一応ね、ちょっと短く持ってね、コンパクトにスイングしようっていう意識でおります。まず初球ボール、そしてお次の球注目です。さあ、カシンと、はい、ちょっとね、芯じゃなかったんですよね。はい、これはセンターオーバーとなりまして、はい、ランナーゆっくり帰ります。で、翔平 TV はツーベースで、ランナー2人は悠々ホームインということで、はい、やっぱね、タビオのおかげですね、完璧にね。で、続いてはサードの守備です。さあ、ランナー満塁、2、3塁かな、ここでサードゴロ、はい、ランナー突っ込む、ここでね、ランナーと被りながらもね、うまく投げました。はい、で、2打席目もチャンスで打順回ってきました。はい、こちらショートゴロですけど、受けましてタイムリーとなりました。いや、運が良かったですね。さあ、2試合目は4番指名打者で出ております。ランナー満塁です。さあ、どうなるか。はい、まず見逃してボール。このピッチャーはね、あの変化球すごい使ってくるんで、確かナックルかな、ナックルボールうまく打ちましてレフト前ヒット、ランナー帰ってきました。旅をいいですね、最高です。まだ2回目なんですよ、履いたの。はいはいはい。やっぱいいですよ、うん、やっぱあの夏だし、めっちゃ走ったりするじゃないですか。あ、そうですね。疲れるんで、できればこう着圧系でこう、なんだろう、疲労回復みたいなイメージで、うん、ピタッとしてるのと、プラスなんか5本指にこだわってるんで、結構ね、靴ずれするんですよ、普通の靴下だと、はいはい、5本指にして、ちょっと操作性よく、はい、足の中の操作性を。で、意外とね、ここの間のところはちょっと短めで、うん、短くて奥まで行ってないんですよ。でもまあ全然違和感ないけど、逆にこれがなんかこう、ここで力がグッと入る感じ、5本で地面を噛むような感覚があると。そう、まあね、すごいここに感じてる、うん、ここに、だからすごいいいわ。なるほど、なるほど。値段が2000円ちょっとかな、2000円ぐらいだったかな。はいはいはい、結構機能系のソックスにしては、そうですね、はい、いいお値段、いいお値段でもないか、ちょうどいいぐらいか。このグリップ、はいはいはい、があるの結構ね、いいっす、うん、ワンちゃんこれがもう穴開いちゃったりしたら、もう一度多分これを買うと思う、俺。なるほど。俺だったらね、結構これおすすめです、はい、でカラーもいくつかあるんで、はい、それに合わせて。で、これね、あのね、あんまお店に行ってなくて、はいはいはい、限られたお店にしか行ってなくて、靴下屋とかにたまに売ってるらしいんですよ。あとはネットっすね、まあ、それは野球用が売ってるかどうかもってことですもんね。そう、もともとこれ野球用じゃない
やつだったんですよ。なるほど。普通の靴下旅とか、そうなんですか。このぐらいだったんですけど、なんかサッカー用が出てからの野球用が出たっていうので、そんなになんか昔からあるわけじゃない、はい、結構新しみのやつです、出たばっかで、やっぱ暑いんで、アンダーシャツいっぱい、そうですね、結構アンダーシャツと靴下とかって、結構いっぱいあった方がいいと思うんで、この夏を乗り越えるために、いろいろ着る系もね、揃えて。行きます。まあ残暑もまだ続けそうですからね。そう。あと両辺のさ、ちょっと一個聞きたいんだよな。ちょっといいですか。目の下のクマはどうしたの？クマは。アイブラックをパティス風にやりたかっただけです。クマ、うん。まあ全く見えないけどね。逆光で。そうみたいな。あ、そう。汗で落ちちゃってるじゃない。やば。汗落ちてはないけど。これはどうしたの？いやもうなんかソフトバンクの選手流行ってるじゃないですか。中村晃選手とか。栗原選手とか、うん、で、なんかあれ何のためにやってるんですかって記事があって、うん、そしたらただのファッションだよと、原価継ぎだよって言ってたんで、かっこつけ、かっこいいかな、そうそう、効果は一切感じないですけど、めちゃくちゃ眩しいですもん。まあな、まあ基本的にちょっとなんかおしゃれにしたいタイプだもんね。そうそうです、ね、君はね、洋服とかも大好きなんで。はい、本日は試合後の軽いインタビューでした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあこちら番外編ですね。1試合目になんちゃってツーベースを打った良平さん、2試合目ね調子乗って打ったところ、キャッチャーフライでまさかのあー、そして対戦相手の完璧な打球でお別れです。はいはい、軽々レフトオーバーですね。バットの一角だったですね。さあみんなで彼を応援しております。頑張れと、ホームまで帰ってこいと、はい、みんなでね応援しております。この相手の方ですね、翔平 TV 視聴者がいまして、なんと声をかけてくださいました。本当にありがとうございます。また機会あれば対戦しましょう。チャンネル登録コメントよろしくお願いします。プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうってことで、はい、もうあげちゃいます。まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます。2000人おめでとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります。別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、カラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人達成したら、そうです、オッケー。この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はいはいはい、登録しておいてもらえればいいかなと思います、はい、そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。